ラボー地方、リバの村とブドウ畑ラボーは、スイス某州ローザンヌから、モントル郊外のシオン城にかけて広がる、レマンコ北岸の丘陵地帯を指す。ブドウ栽培が、盛んに行われ、スイス有数のワイン産地となっている。ブドウ栽培は、ローマ時代まで遡る歴史を持つ。現在のブドウ畑の原型は、この地を、修道院が支配していた11世紀頃に、 形成されたと考えられている。テラス上に広がる、ぶどう畑と、ぶどう農家が暮らす、小さな村が織りなす景観、ワイン作りの長い伝統と歴史を評価され、2007年に、ラボー地区のぶどう畑の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。ラボー地区は、ローザンヌとモントルー郊外のシヨン城のレマンコの北岸に広がり、主な自治体は、以下となる。 ラボーから見たレマンコブドウ畑を周遊するミニトレインレマイコ北岩は本物の太陽、レマンコの反射光、急斜面を支える石垣が蓄える副射熱の3つの太陽に恵まれていると言われ、ブドウ栽培に適した気候条件を備えている。主なブドウ品種は白ワインとなるシャスラシュで様々な土壌と日射によって微妙な味を違いを生み出している。ラボー地区には 以下の八つのワインの銘柄があり、ワイン生産村と同じ名称が使われている。ローザンヌのウーシー地区にあるオリンピック博物館からラボー地区にあるワイン生産村を結びながら、シオン城に至る全長3 3トルの散策コースがワイン街道として整備されている。レマンコを見下ろし、対岸にフレンチアルプスの眺望が広がる。ワイン生産村では、 カボウと呼ばれるワインバーでワインの試飲をすることもできる。ラボウ地区のワイン産地は1000年を超えてブドウ栽培とワイン作りが行われている。自然と共存しながら美しい景観と文化を守りつつ主力産業として地域経済に貢献しているケウな成功例としての高い価値を認められ2007年6月にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。